FX やりたいんだ。FX は参入障壁低いから誰でもできるでしょ。10万ぐらいあってもできるんでしょ。やってみんなありなんじゃないの。俺ありだと思うよ。しかもさ、FX のいいところって10年先20年先に廃るとかなくなるとかありえないじゃん。為替がなくなるなんてほぼない話だ。100%ないとは言わないけど。だから結構生きてる間に使えるスキルだと思うから、経済の勉強とかにもなるし、俺ありだと思うよ。俺も覚えたいんだよね。株にしようか FX にしようか。世界旅行行くんだったら FX の方がいいのかなとも思ったりもしてるけど。ねえ、FX の方稼いでる人多いし。始める準備大変だよね。え、口座開設するだけでしょ？違うの？口座開設すればいいんじゃないの？あー、まあ勉強はもう無限だよね。それこそもうトレンドが変わるらしいんだよ。すぐポロポロ変わってく？いや、要はその自分のスタイル次第じゃん。スイングトレードなのか、ロングで回すのか、レバレッジ効かせるのかさ。だけど、なんだろう。俺は投資関係っていうのは結局情勢読めるかどうかだと思ってるのと、いかにそのインサイダー的に情報を読み取れるかどうかっていうのだと思ってるから、いけるとは思うけどね。そんなに難しいもんでもないとは思ってる。はい、ワード2。さくらいらっしゃい。さくらちゃんいらっしゃい。ロジクールのカメラ買わないとな。よ、いちかワード2。いつもありがとう。いちかいらっしゃい。株はね、読みやすいかなとは思ってるんだけど、俺自身は日経平均とかかなり、なんか自分が思ってる感じになるなと思ってるから、読みやすいかなとは思っててね。まあ、ありなんじゃないかなとは思ってるんだけど。ロジクールのカメラ高えな、相変わらず。どれにしようかな。
今、ロジクールのカメラどれ買おうか迷って今選んでるわ。今日も公園トレーニング行くんですか？今日ね、ちょっと迷ってるんだよね。ドレさんに、トレーニングやりすぎだからって言われて、体休めるのもトレーニングの一環だよっていうふうに言われて、今日ね、ちょっと休もうかどうか迷ってますね。どうして？見たい？おう、セシモンいらっしゃい。昨日ありがとね。どうもどうも。休息も大事だよね。ただまあ、走り込みだけはやろうかなとは思ってるけどね。マラソンみたいな、ロードワークだけやろうと思ってる。箱ヘル終わりの風俗嬢の送迎してました。え、何？バイトやってんの？ あ、いいんじゃないの？送迎は。あれ、いくらぐらいなんだろう？送迎の人って。1件2000円とか1500円とかかな。なんかね、成田のキャバ嬢の送迎は、もう本当に、1日3000円とかでやってたね。送迎の人。サラリーマンやってて、夜だけ送り迎えするっていう人。もう、なんか10人ぐらい乗せて、なんかワンボックスみたいなの。10人も乗らねえか、7人ぐらいか。で、3000円だって。もともとお客さんだった人に頼んだみたいよ。ワド、走れよ。技術獲得してもスタミナなかったら根性でもカバーできないぞ。ビッグさん見てる？俺の配信。俺最近走ってっから。見てないでしょ。みんな見てないで言うんだもん。なんで命令系なの？と。セブンのローキック強いってつぶやいてましたけど、その動画どこで見れるの？俺ね、タイムシフトで見たよ。TJ さんのタイムシフトで見た。教えてもらって。強いっていうか、蹴り方がしっかりしてて、ちゃんと関節蹴ってて。で、キックボクシングの蹴り方じゃなくて、空手の蹴り方だったの。で、あ、やってる人だって思った。いや、走ってるよ。細胞痛めたらダメだって聞いた。どうなんだろうね。シュガートモさんいらっしゃい、ワード2。どうもどうも、悪魔さんいらっしゃい。インサイダー取引がおすすめ。すまん。で、普通に走った方がいいんじゃねえとか言ってもらえればさ、いや、最近走ってるよってできるのにさ、お前走れよみたいに言われたらさ、まあみんながさ、俺はさ、ほら32歳でさ、自分の年齢分かってるし、みんなも分かってるじゃん。でも俺はさ、リスナーさんが中学生なのか小学生なのか、おっちゃんなのかおばさんなのか分かんないわけよ。で、やっぱ知らない人にさ、命令されたらイラッとくるじゃん。みんなは俺のこと知ってくれてると思うけど、俺はコミュニティにも書いてあるけどさ、あんま礼儀のない人嫌いなんだよ。本当に。おい、ワドツー、オロロさん。別に普通に接してくれたら普通に接するから。関係深めてからじゃない？やっぱりそういうのは。俺はリスナーさん向こう側に一人一人人格があると思ってるから。礼儀は大事だと思うよ。ねえ、いい関係築きたいじゃん。筋肉痛毎日だよ。何言ってんだよ、福蔵さん。めちゃめちゃ痛いよ、体中。そんな毎日もう、筋肉痛が取れた日はないですよ。だって毎日練習してんだもん。特に関節が痛いね。ちょっとだから打ち方間違えてるなと思ってて。特に、左の軸足を回転させるやり方止めさせろって言ってる人いたけど、あれ多分正解で、左の関節も痛めてるんですよ。いや、そこまでかしこまんなくていいよ、ビッグさん。全然。俺もしっかりするからさ。
お酒飲まないの？お酒ね、全然バーもやってたし、普通に飲んでたんだけど、やめましたね、僕はお酒は。普通でいいけど、なんか、その、友達じゃねえかな、まだっていうか。それさ、何年も何ヶ月もさ、何週間も見てくれてればさ、お互いのこと知っていくから、タメ語になったりすると別にイラッと来ないけどさ、ビッグさんとかさ、俺誰かわかんないしさ、うん、そうそう、もっと仲良くなりたいしさ、体に染み込ませるまでが大変ですね。いやー、このままだとダメだな。もう恥ずかしかったよ、昨日は、本当に。昨日の練習、自分で見てね、本当に悔しかった、昨日は。あ、そのバー調べたけど、仕組みがよくわからん。バー、弓？うん、調べたってどういうこと？どこで調べたの？ぽよよん、ワドツ。マリアさんいらっしゃい。最近インポになりました。最悪です。俺、インポになったことないかな？一回だけ、風俗4件はしごしたとき、4件目でインポになったけど、それはまあ正常だと思ってるね。あ、間違った。BGM 消しちゃったよ。あ、調べるってさ、みんなさ、2チャンネルとかネットで検索するのを調べるに入らないかんね。そんな誰でもできることをさ、調べるっていうのやめた方がいいよ。うん、グローブ重そうだった。グローブの重さめちゃめちゃやばいよ。グローブの重さめちゃめちゃやばいよ。ホーリー少年いらっしゃい。これホーリー少年とホーリーおじさんは別の人なの、うん、どうなんだろう。ワードツ何なのこのホーリー。おサノッチいらっしゃい。ユイガのバカ野郎は結局出ないんですか。出ないでしょ。ブルってんでしょ。ヘタレだからいいんだよ。やる気のないやつは出なくていいと思ってるから。ワドが仕組み語ってるやつ意味不明だったので検索するしかなかったじゃん。まあそう、意味不明っていうか、みんなわかってるよ。みんな俺の話聞いてわかってるから、仕組み。ガタイでかくなってる？俺自分ではわかんないけど、体重はね、2キロ増えて今79キロ。人生最高記録。なんかね、みんなに痩せたでしょって、体絞ったし顔細くなってるよって言われるんだけど、体重は2キロ増量に成功してるんですよ。偽物、本物っていうかまあ、うん。偽物ですね。あの、ニコ生のサノッチではないね。プロテインは飲んでないですね。ただ、タンパク質多めの食事は取ってる。うん。タンパク質多めにはしてるよ。プロテイン飲んだらいいって、ドレさんには言われた。ドレさん、体重かける2？だから、ドレさんの体重85キロだとしたら、170g の、タンパク質を取るんだって。1日で。ドレさんはそれで鍛えてるらしい。で、和道の場合はちょっと太りすぎだから、筋量はプロテインで、タンパク質はプロテインで取って、普通の食事した方がいいよってアドバイスをもらった。アグー肉ってなんだろう。沖縄のおじさんのとこ遊びに来て。誰沖縄のおじさんって。アグーってなんだろう。俺沖縄の血半分流れてんのに沖縄行ったこと3回ぐらいしかないんだよね。しかも1回は記憶ないし。全然記憶ない。グローブの重さやべえな。16オンス。あれ、グローブって武器だな。俺、グローブって拳守るための棒、なんつうの？拳を痛めないためのものだと思ってたけど、あれ、凶器だよ。グローブ。ほんと、重りだよ、あれ。食らったらびっくりしたよ。あ、俺のおじさんじゃなくて、俺のおじいちゃんが沖縄の県知事を何期かやって国会議員にもなってっていう、その沖縄にモノレールを引くっていう政策をした人なのね。だからまあ沖縄のまあお年寄りだったらまあ名前は知ってるっていう県知事だから、うん。セブンのローキック見れました。空手独特のすねを押し込む。そう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 。で、踏み込まないで、その回転で、その軸足で蹴るっていうコンパクトな。うん。アグー肉は沖縄の外来種の豚肉。ああ、そうなんだ。うん。そう。でも、ほら、目かけの子供だからさ、うん、正式な孫じゃないから、
だじいちゃんの欄どうなってんだろうね、戸籍。空欄になってんのかな。家庭環境が生まれつき複雑なんですよ、僕は。痩せてないですね。体重は2キロ増えました。だからグラップラーバキ風に言うと、痩せたよ。でかくはなったけどね。っていう有名なシーンがあるの。明沢恵美って言って、バキのお母さんがずっとバキを育ててたんだけど、バキはこんなトレーニングじゃ強くなれねえっつって、夜叉ざる、山ごもりすんのね。で、飛騨にいる猿を倒してくるんだけど、その時にお母さん帰ってきた時抱きしめるの。そしたらね、言うの。バキ、あんた太ったって、びっくりするの、抱きしめた時。いや、痩せたよ。でかくはなったけどね。っていう。要は、体脂肪は減ったけど、体重自体は重くなったよっていうセリフなんだけど。太ったっていうのかな。筋肉の量は増えてるし、体重も増えてます。ただ脂肪は減ってるかもしれないですね、1週間前に比べたら。俺はでもなんか試合まで100キロにしたいっていう希望があるんだけど、ドレさんにやめとけって言われたね。マークハントみたいな体にしようと思ってたんだけど。昨日みんなでご飯食べたの。ドレさんと匠さんと食べて、そうそう。まあ、配信のああでもない、こうでもないっていう話。配信論だよね。配信者2人集まって。で、匠さんは やっぱずっと聞いてた感じだけど。匠さんとあと YouTube の件で少しだけ打ち合わせして 10分ぐらい。まあ、そんな感じですね。あ、そうそう。和道リスナーで、もし、便所太郎さんの企画来る人いたら、和道リスナー同士相席にできるんで、固まってみたいとか、レクチも来るらしいから、匠さんとレクチとノンタンは、レクチには話してないけど、なんか同じ、3列同じ席とか取れるらしいから、もし、相席が良かったら言ってくださいね。僕に早めに言っといてください。レクチはそれでいいんでしょう。匠さんとノンタンと同じ列の席でいいんでしょう。一般席だよね、5000円の。テルジャンビンの黄色いグローブかっこいいよね。オッケー。5000円用意しといてください。そうだね。バーガープレゼントありがとう。マリアさん、バーガープレゼントありがとう。試合はリアルタイムでどっかのサイトでやるんですか？多分、便所太郎さんの枠か、石川紀之か、TJ さんの枠か、キャスでやるんじゃない？でもみんなその辺フォローしてるでしょ？まあ、告知は入れるから。まあ、便所太郎さんの枠が濃厚だと思ってるけど。バーガー7個ありがとう。
ありがとうございます。キャスでやるって言ってた？あ、キャスでやるんだろうね。じゃあ画質悪いかな。一応機材とか、ちゃんとしたカメラ機材とか入れるスイッチャーって言うんだけど、ポンって画面を押すとカメラが切り替わる、ゆっくり。ニコニコ本社みたいな、ああいう機材は入れるって言ってたよ。でもスイッチャーは石川の隆起に任せるって言ってた、実況席の方に。俺はね、会場に行けないんですよ、試合選手は。控室にこもりっきりです。だから試合まで見れませんよ、僕の顔は。会場に来た人も、試合終わったらオフ会やろうと思ってるけど、まあレクチ飲もうよ。俺は酒飲まないけど、打たれた後だから飲んだら絶対ダメだし。まあジュースしか飲まないけど、うん、また飲みましょう。ベージュフォローしておきました。了解です。うん、いいね、うん、ベルト巻いてるかな、その時に。帰りの飲み会でベルト巻いてなかったらダサいよね、うん、ベルトつうかメダルか。ちゃんとデザインしてオリジナルのやつ作るって言ってたよ、メダル。ベンジョさん金かけすぎだよ、今回の企画。190万だからね。でも俺多分オーバーすると思ってる。190万じゃ効かないと思ってる、うん、練習何時からやろうかな、今日の練習。今5時か。300人規模でもそんなにかかるんですね。多分ね、会場を抑えるだけで、会場費ね。これがね、多分70万ぐらいなんですよ。これあくまで俺の予想ね。うん。70万ぐらい。で、まあ、50人ぐらいの配信者が、要はギャラ払わないといけない人関わってるんですよ。だから50人分のギャラとか。まあ、もろもろ。あと、SP だの。そう。配信者じゃなくて、そのスタッフね。そういう人たちにばらまく金考えたら、まあ、それくらいは余裕で飛ぶよねっていう。はい、配信頑張るよ、マリアさん。ありがとう。うん。それで、まあ、5000円とかプレミアムチケットとかいろいろ売って、まあ、トントンぐらい。免除さんに5万残ればいいんじゃないの。満員になって5万残るか残んないかだから。だから俺にもギャラ出すって言ってくれたもん。すごいよね。うん。うまみがないとダメだからっつって。ギャラ出すからって。なかなかできることじゃないと思うよ。香川万博より予算かかってんじゃないかな。まあ今年一番話題になるイベントだろうね、捨て頃は。それは間違いないっすよ。練習何時からやろうかな。
会場どこなんですか？まだシークレットの。もう会場はね、新木場ファーストっていうところですね。もう発表は終わってますよ、会場は。ただまずチケット販売がまだですね。今日トレーニング、いや、何時からやろうかなと思ってて。ただ体調悪いから今日休んでもいいかなと思ってたんだけど、やっぱみんな、ね、期待してるみたいだから、軽くやろうかなと思って。ドレさんは格闘技経験20年ですね。本格的にやり始めて20年。で、その前は空手とかは習ってたらしい。空手キックボクシングとかは習ってたんだって。だけど、自分でもう本気でやろうと思ったのが30いくつの時だから、20年やってるって。俺はもう体つきで、ファイターなの知らなかったんだけど、体つきでこの人だって思ったから、絶対格闘技やってるっていうの分かったから、それでお願いしたら教えてもらったんだ、そういうふうに。米初、まちゃんありがとう。もしよかったらフォローしてくれると嬉しいです。よろしく。20年ってすごいよ。だってさ、50歳の体じゃないじゃん。50いくつだ？まあ、詳しい年齢わかんないけど、55とかでしょ？ 53 とかかな？まあ、50代なのは確かなんだよ。うなちゃんまんより年上ってことでしょ？っていうことは。で、ボディービルダーのあの肉体だよ。相当やばいと思うよ。で、俊敏性だよ。ネタじゃないでしょ？全然。本気だよ、本気。54かな？ちょっと詳しい年齢わかんないんだけど、相当すごいと思ってるよ、俺は。新しいフォロワーさん紹介します。新しいフォロワーさん、まちゃんさん、おろろさん、なんて読むんだろう、はずきさん、全力うさぎさん、フォローありがとう。ありがとね。丸メガネが印象？ここにあるよ。ここにある。でもメガネかけてない方がいいって言われるんだけどね。バガ50個。おー、すごいね。ゴンタさん、バガ50個ありがとう。バガザイス。ありがとう。ツイキャスは僕やんないっすね。ツイキャスやってた時期もあんだけど、全然目が伸びなくて。アクティブ50ぐらいだったかな。こっち来てから100人切ることないんで、ほとんど。まあ、ふわっちの方が人集まるんで、僕はふわっち1本ですね。人が集まった方が面白いじゃん、配信者は。なんか客層が合わなかったみたいよ、向こうとは。光くん強えな。光くんパンチもキックもしっかりしてるし、経験者だね、これ。光くん強えな。光くんの今トレーニング見てんだけど、強い。これ勝てないわ。光くん強いよ。重てんだよな、こいつ。光くん、今日から練習初日で、ほら、群馬だっけ？どっかに、群馬じゃなくてどこだ？
郡山、郡山に帰って、郡山でほらスポンサーさんが、社長がジムを持ってるらしくて、経営してるらしくて、そこでもう本格的にトレーニング今日から始まるね。タル君強いね、これめちゃめちゃ強いよ。これ経験者だよ、やばい。蹴りも本格的だし、これは強いわ。セミファイナル、しっかり習ってやってたの。僕やってないっすよって、タヌキだよ。もう動きでわかる。リズム感ねえかんな俺。狭くなるっていうか、ほぼね、どういう感じかっていうと、まあ狭くなりますね、結論から言うと。まあそりゃそうでしょ、これを目の高さに合わせるわけだから、この顔ぐらいの大きさなわけでしょ。こういう感じだから、まあ見えてないよね。うん、フックはだから相手のその肩の軌道とかで見ないとダメだね。うん、うん、まあね、富士山1位だもんね。重たいよこれ。これ当たると言ってえよ。軽くでも超痛いから。なんて言うんだろうな、重たい、なんだろう、重たくてふかふかしたものでぶん殴られる感じ。違うな、ふかふかっていうか、何が近いんだろう、この殴られ方。なんだろうな、結構ずしんとくるんだよね、響く感じがするんだけど、なんか例えようがないな。なんつうんだろう、この独特の重さ。慣れだろうね、その普通にシャドウ、脂肪っていうかね、なんだろうな、なんかで殴られた例えをしたいんだけど、なかなかその形容するものがないっていうか、なんだろうな、何があるかな。なんかこう、ちょっと柔らかいとも違うんだけど、重たい、なんだろうな、ゴムか、なんか硬い、いや硬くて柔らかいみたいな、微妙なゴム、こうちょっとしなるかなっていうぐらいのゴムでボンって殴られる感じ、太いゴムで、そういう感じに近いかな。ゴムのボールをボンってぶつけられる感じ。あ、バスケットボールだ。バスケットボールをちょっと肉厚で重くしたようなものをボンってぶつけられる感じ。それが顔面に来る感じ。あれが一番近いと思う。バスケのさ、キャッチすると失敗するときボンって顔に当たったことあるでしょ、みんな。ドッジボールとか。それが一番近いかもしれない。それをちょっと重くした感じ。うん。それを本気で投げられてる感じだね。バーンって至近距離で。うん。この重さのバスケットボールがボン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 飛んでくる感じだよ。なんかパリングの原理とか、これで軌道変えられるのは、ね、ボールだったらポンってこれで変わるじゃん、軌道が。それと同じ原理だね。今日もトレーニング夜やりますか？今日ね、休んだ方がいいかなと思ってたんだけど、やっぱみんな期待してくれてるみたいだからやろうかなと思ってて。うん、今日は休養に当てようかなとも考えてたんだけど、ちょっと迷ってた感じだね。休んだ方がいいのか、やった方がいいのか。うん、っていうのも、テルチャンピンが本格的にトレーニング始めやがってさ、やっぱ動きいいんだよ、素人なりにも。うん、なんか一番実力が近いのは俺とテルチャンピンだと思ってんの、素人感っていうか。だから結構試合期待されてるのが伝わってくるからさ、なんかこうぶっちゃけさ、キックの本格的なプロの試合が見たいわけじゃないじゃん、泥臭い試合が見たいわけでしょ。体と相談、いやだからドレさんに言われたのは、ヘルペスが出てんのは免疫下がってて、もう体全体が疲れ切ってるから、もうそれはサイン、オーバーワークのサインだよって言われた。
気合が入ってるんだけど、体が追いつかなくて、もう悔しくて悔しくて、昨日は寝れなかったね。っていうかさ、俺もう今日本当に笑ったんだけど、俺 寝ててだよ。ぐーって寝てるじゃん。カーってやったら、ボンって手が降ってきたの。寝てる時に。寝てる時に上から左手が降ってきたの。ドンって。で、起きたの。これ何やってるかわかる？寝ながら俺ジャブ打ってたの。すごくない？寝相で、なんか手がボンって降ってきたから、おおって思ったから、なんか体が、こう、動いてんの、左手が。笑うでしょ？俺、もう今日はさすがに笑った。どんだけだよって思ったもん。ほんとびっくりするよ。ジャブ打ってんの、寝ながら俺。上に向かって。笑うよ。そう。な、夢も、試合なんだよ、本当に。テルチャンピンとぶん殴り合ってるとか、ドレさんにしごかれてる夢ばっかりは見てたんだけど、本当に体が動くと思わないじゃん。びっくりしたよ。笑ったよ、本当に。俺、一体何目指してんだよ、みたいな。これ、マジだかんね。頑張ります。金の卵さん、ありがとうございます。バーガー。金の卵さんからバーガーいただきました。ありがとう。もしよかったらフォローしていってください。頑張ります。ねえ、確かにっていうか引くよね。ちょっと自分で引いた。さすがに夢でジャブっていうか 寝ながらジャブ打ってるのには本当に引いた。シンガードっていうのは金的のことかな。金的のガードはつけます。で、肘のパッドもつけて、足のパッドもつけます。で、ヘッドギアはなしです。で、16オンスだから練習だよね。試合とは言ってるけど、一応怪我しないように配慮はされてるから。ただ本気でやっていいよと言われた。すねのガードをしますね。すねと肘はするって、この2つ。あと金的は用意しろって言われた、自分で。そうだね。まあ、それは配信だからしょうがないでしょ。それはしょうがないと思うよ。ギリギリでしょ。素人同士に殴り合わせんだからさ。それでも痛えぞ。なんかみんなさ、そんなの痛くねえよとか言うけど、痛えんだよ。やってみろよって話だよ。それ格闘技経験者が言うのわかるよ。痛くねえよ、そんなのって。素人だって。痛えよ、バカ。いてえよ。すねと肘はつけてないとあんまりカットするからね、特に肘は。すねは自分のすねぶっ壊しちゃうし、靭帯断裂とか平気であるもんね、鍛えてないと。肘が特に危ないと思ってる。俺肘出すから今回、普通に。超至近距離で相手の顔面ぶち抜くよ、肘で。ヘッドギアなしなら結構盛り上がる。まあね、そこはだからギリギリだよね。まあ実際ヘッドギアつけてたら見えづらいしっていうのもあるし、見づらいよ、やっぱ。ヘッドギアは。実際つけてわかる。フックなんか全然見えないよ。型読まないと。和道さんって格闘技なんかやってた？やったことない。あるけど、小学1年生の時に半年間ぐらい空手習ってたっていうのはカウントに入らないと思ってて。小学生の時、やーやーやーってやってたよ。
空手教室。白帯ですよ、もちろん。親父はね、プロのキックボクサーだったんですよ。だから練習風景とかは記憶にある。親父のトレーニング風景とか。ただ親父は俺になんかやれとは言わなかったの。格闘技やれとかは。っていうのも俺病弱だったんだよ。こんな体してるけど、すぐ体ダメになるじゃん。メンタルもダメだし。実はね、もうほんと生まれた時からほとんど入院生活なんだよね、俺。スポーツは何もしてない。だから本当にやばい状態。よく俺をリングに立たせるなっていうぐらい、なんか顔がいかついから、なんか喧嘩慣れしてそうとか思われたりとか、ヤンキーなんでしょって言われるけど、俺ただのオタクだから。ほんと。喧嘩とか嫌いだし。殴り合いとかも全然ダメですよ、ほんとに。イメージと全然違う。まあ、だから練習してるんだけどさ。運動神経いいな。蹴りが綺麗。ミドルキックマジ蹴り綺麗。セブンさんこれやばいんじゃないの。結構光くん勝負強いかな。あと本番なんかカッとなるタイプじゃんね。178センチもあってでかいから有利だよね。え、俺178なんかないよ。俺170センチだよ。え、俺178って誰が言ってたの？俺170だよ。なんか勝手に一人歩きしてんだけど、噂が。なんかさ、ネットのさ、もう情報って嘘ばっかりなんだもん、ほんと。キレッキレだね。俺ヒカルくん。これは面白いカードになるよ。もう全然チビだよ。ちびっこですよ。いいな。でもサンドバッグ蹴れる環境羨ましいな。蹴り練習できるだけで全然違うからね。当て感が違うもん。距離感とかさ、その蹴りすねも鍛えられるし。ヒカルくんやばいね。強いね。うん。これは強いよ。反射神経もいいかんね。ヒカルが、和道さんってめちゃめちゃガタいいって言ってた。それは違うんだよ。俺、だから、練習する前、ブヨブヨのデブだったの。いや、体鍛えたことないから。で、この1ヶ月間ぐらい筋トレとかやったりとか、シャドウとかやって、体が変わったの。体重も、十何キロ増量して。だから、前のヒョロヒョロの、なんかで、ただのデブの肉の塊の和道と比べたら、ガタイが良くなってたよっていうことを言ってんの。久々に会ったら体が変わりましたねって話よ。だからその、何？もともとあの人すげえ強いよみたいな言い方ではない。ニュアンスが多分ね、誤解されてると思う、それ。ヒカルくんリズム感いいな、ほんと。
い、ジーメロさんいらっしゃい。体軽いよ。いや、ガタイはめちゃめちゃいいじゃん。骨格もいいし、絞れてるし。それはもう見てわかるじゃん。実際ガタイいいもん。運動神経も良さそうな顔してるじゃん。顔でわかるじゃん、大体。あ、こいつ運動神経いいな、悪いなって。まあ強いでしょ、彼は。身長ヒカル君と同じぐらいなのかな、俺。明らかにもう弱そうな顔してるでしょ。明らかにこいつ運動してねえなっていう。ゴンタいらっしゃい。おお、すごいね。ゴンタさん、パフェココありがとう。カメオさん、ワード2。比較枠みたい。ねえ。まあ、俺が一番弱いだろうね。マジな話すると。ワードが一番笑えるっていう状態でしょ。それは間違いないと思うよ。ワード大丈夫っていう。声遅れてる？大丈夫？なんか映像カクカクしてきたな。今日おかしいな。和道が一番やべえなって。あいつボコボコにされるなっていう。まあ俺が今見た動きの中ではドレさんがナンバーワン、ヒカルくん、セブンさんかな、順番的に言うと。便所太郎さんの動きは見てないんだけど、一番いい動きしてんのがドレさんで、ヒカルくん、セブンさんの、このトップ3だと思う、出場選手の中では。まあ、ヒカルくんやばいね、ちょっと。まあ、ドレさんの場合ね、ガチ勢っていうのもあるから、ドレさんは本来この試合出ちゃいけない人だと思ってるから、それくらい強いと思ってる。しかもまだ本気の動き見てない状態だからね、軽く流してる状態でもうそれくらいレベルの差があるから。あれ？見れてる？見れてたら手挙げて。ヒカルくん2番目に強いね。ワチに録画タイムシフトってあんの？俺はね、録画とタイムシフトはやってなくて、
下に URL 貼ってあるでしょ。 YouTube のチャンネルに全部録画載せてる。見れてる？ありがとう。サンキュー。コメント止まっただけね。 YouTube のチャンネル登録してくださいね、ぜひ皆さん。あの録画見たい人は、あの、あ、和道のこの回見逃したっていうのは全部録画残してあるから、 YouTube によろしく。なんかカクつくな今練習何時からやろっかな。練習やる？もう今日軽めにやるけど、やりに行こうか。暇だもんね。練習行こう。ちょっとだけ、そうだね、本当に軽めにする。もう体中やばい。おい、手記はどつ。風船60個ありがとう。アイテムありがとう。嬉しいです。ぜひぜひ応援よろしくお願いします。やべえな、あと2日で6万とか厳しくね。あと2日で6万厳しいな。やべえな、ほんと。目標達成今月できねえのか。いや、諦めたくねえな。マジやべえよ。頑張ろう。闇将軍ディスってたの。闇将軍ディスってたっていうか、あいつにディスられてたから言い返しただけだよ。ディスっていうか、俺は正論しか言ってないと思ってるけど。浮気した設定でノンタンにフルボッコされてみて。多分ノンタンは刺すね。設定だとしても俺のこと刺すと思うよ。刺すよって。怖い怖い。ノンタン怖いよ。刺さないでお願いだから。竹串でね、俺の背骨ブスだから。やだよ、刺されてみたとか動画にしたくねえわ。ていうかガチッチ今度の練習来ない？日曜日。あんまり興味ないボクシングとか。なんか、あの、ボクシングとか興味ある人いたら、全然リスナーさんでも集まっていいよってドルさん言ってたよ。習いたい人いたら。来る？六本木。やる？一緒に練習。日曜日。次、来週の日曜日。今週か、もう。ガチッチは、やばいでしょ。喧嘩ファイターだから。花山薫スタイルだから。グローブとか持ってる？明日じゃねえよ。今日月曜だよ。おい、ニートは月曜だよ、今日。ニート特有の出た曜日感覚がない。働いてないやつ特有の、俺もわかる、それ。曜日が全然ぐちゃぐちゃになってる。これだからニートは。明日じゃないよ。昨日だよ、日曜日。どんだけずれてんのよ、曜日感覚。すげえな。すげえな。今日仕事始めだよ。笑うわ。
今のはひどいな。今のはちょっとひどい間違い方したね。パないよね。ガチッチパないよ。今日のんだん今日来ないんでしょ。ご飯一人で食べる感じよ俺。のんだん今日来ない。たまにある。いや俺働いてる人はないんだよこれ。ニートの人は結構あるんだよね。俺もわかんないもん。で、のんたんもわかんないんだよ、やっぱ。来ないなの？あ、わかった。ご飯一人で食べるわ。なんか虚しくなるよね。悲しいよね。そう。毎日が、エブリデイが休日だからね。羨ましいわ。もうね、時間が、働いてると時間がないんだよ、とにかく。本当に時間がない。やることいっぱいあんだよ。確定申告とかさ、旅の準備とかさ。本当に、何？もう本当いろんなことやりたいんだけど、雑談も配信もそうだし、トレーニングもしないといけないし。うん、忙しいとは思わなかったわ。自由になりたくて配信選んだのに。うん、グローブ薄いの？何オンス？薄くてもいいんじゃん、別に。あの、俺と別にガチで殴り合うわけでもなければさ。でも楽しいと思うよ、やっぱ。ガチッチとかほら、喧嘩好きじゃん。喧嘩好きではないか。ねえ、喧嘩強いわけだから。格闘術？体動かすの好きっしょ？格闘技とか。やろうよ。ニコ生やっていいから、全然。機材持ってきたら。他になんかリスナーさんでいたら全然声かけてください。LINE で。日曜日の合同トレーニング来たい人。別に見学だけでも OK だって言ってたよ。ドルさん。いろんな人に教えたいって言ってた。うん。一緒に汗流しましょう。じゃあ公園移動します。公園に移動します。お疲れ様です。お疲れっす。今日寒いんだよ。寒いんだよ。寒くでもやるんだよ。でもやるんだよ。とりあえず。頑張るやん。怖いんだよ。24歳のパンチが怖いんだよ。俺はね、努力とか嫌いなんだよ。殴られるのが怖いんだよ。怪我するのが怖いんだよ。お疲れー。もしよかったらフォローしてくださいね、皆さん。あつあつ。ダサいよ。でもそれが本音ですよ。はい、みんなありがとう。あつあつ。フォローしてくれた人ありがとうね。次枠で。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前。バットボタン押してんねん、もう。